はい、本日はですね、アウトラストのデニムスーツを紹介していきたいなというふうに思います。で、早速ですね、そのデニムスーツっていうのがですね、こちらになってるんですけども、まあ、詳しく紹介はしていくんですが、アウトラストのデニムスーツっていうところでも僕、ピンポイントに刺さるワードばっかりやったんで、まあ、今回これを紹介するっていう流れにはなってるんですけども、まあ、普通のスーツやったら、まあ、仕事とかだけしか着れなかったりとか、あとデニムの、まあ、アイテムってカジュアルでしか着れなかったりすると思うんですけど、そのフォーマルの一番端っことカジュアルの一番端っこを掛け合わせた、もう、最強の組み合わせっていうことになってて、まあ、洋服でピンとこうへん方であればですね、ラーメンと餃子ぐらい組み合わせとしては最強になってますので、早速開けていきたいなと思います。はい、ということで、まあ、こちらがですね、ラーメンと餃子ぐらい相性のいいデニムとスーツのコラボ商品ということになってるんですけども、まあ、僕とかみたいにあんまスーツ着いひん方とかであっても、まあ、カジュアルのセットアップとしてもオフとしても着れますし、まあ、よくスーツ着はる方とかやったら、まあ、濃紺のスーツっていう感じで中にシャツとネクタイ締めてしまえば、まあ、全然着れちゃうと思うので、まあ、これ一着さえあれば両方使えるっていうような、まあ、デニムのセットアップっていう感じにはなってます。でですね、まあ、これを作ってるのがですね、まあ、日本の企業になってて、まあ、デニムといえば日本の企業だと思うんですけど、その中でもメイドメイドインジャパンでありながら、さらにもっと限定してメイドイン広島っていうことで、もう全ての生産とか染色とか縫製とか全ての工程を広島県内で全部終わらしてるっていうことになってるので、メイドイン広島のセットアップっていうことになってるんですが、もう早速細かく見ていきたいなと思いますが、まず一つ目っていうのが、アウトラストのデニムっていうのは日本でたった1社しか取り扱うことができないっていうことになってまして、まあ、それが広島県にある工場になってるんですけども、まあ、そこの工場しかデニムのアウトラストを扱えなくて、まあ、他のパンツとか他のポリエステルとかであれば全然問題ないんですけど、このデニムのアウトラストっていうのは唯一アメリカから認証を受けてるっていうのが、その広島県にある工場のみになってるので、そこでしか生産できないっていうことになってて、まあ、なかなかあんまりアウトラストのデニムって聞かないと思うんですけど、まあ、そういった理由で1社しか取り扱うことができないので、まあ、結構珍しいかなと思います。で、2つ目がですね、アウトラストっていうところなんですけども、アウトラストってなんやねんっていう話だと思うんですが、まあ、アウトラストっていうのはですね、宇宙の NASA っていうのがあると思うんですけど、その NASA が共同で開発した記事になってて、まあ、人によったらですね、俺宇宙行かへんから別にそんな記事いらんでっていう方もいるとは思うんですけども、まあ、そういう意味じゃなくて、この NASA が開発した記事っていうのは自動で温度を調節してくれる記事っていうことになっててですね、まあ、具体的にどういうことかというと、例えばこれからの時期夏とかやったらこんな感じで、まあ、肌の表面の温度っていうのがあると思うんですけど、肌の体温じゃなくて表面の温度、要はこの服と肌の間にあるその層みたいなところの温度を表面温度っていうんですけど、その表面温度が夏になってくると上がってくると思うんですけど、そういう時は記事の中にカプセルがあるみたいで、そのカプセルが表面温度の熱を吸ってくれるので快適な温度になるっていうことになってて、逆に冬場じゃあどうなんねんっていうことなんですけど、まあ、冬場は次こっち側になるんですけど、こんな感じで表面温度が次は下がるんですけど、その時はカプセルから逆にあったかいのが出るようになってるらしくて、自動で温度調節をしてくれる、要はその肌と衣服の間の温度っていうのを快適に保ってくれるっていうような生地がアウトラストっていうことになってるので、まあ、とにかくめちゃくちゃ機能的な生地になってて、僕もですね、アウトラストのパンツを昨年購入して、まあ、それがめちゃくちゃ気に入ってて、以前から動画でもめっちゃアウトラストのパンツいいですよっていう話はしてるんですけども、まあ、それぐらい機能的な生地が使われてるというのがアウトラストになってますので、まあ、宇宙に行かない方とかでも地球に住んでる以上温度差っていうのはあると思うので、まあ、そういうところでまあ使えるっていうのがこのアウトラストっていう生地になってます。で、ちなみにですね、カプセルの絵がかっこいいんですけど、こんな感じであるみたいで、まあ、ちょっと僕もこのカプセルがほんまに生地の中に入ってるのか、ちょっとそういうことがあんまりはっきりは分かってないんですけど、要は熱を吸ってくれたり熱を放出してくれる機能がついてるということになってます。で、まあ、具体的な検証結果みたいなのがあるんですけど、まあ、こんな感じで見てもらったら分かる通り、人間の快適な体感温度っていうのがですね、32度にプラスマイナス1度っていうことになってて、要は31度から33度までの表面温度っていうのが一番快適に感じるらしいんですけど、まあ、こんな感じで、例えば冬場とかで室内は21度やけど外出たらめっちゃ寒いとかってあると思うんですけど、まあ、この場合で言ったら外が2度っていうことなんですけど、外に出た瞬間普通の服っていうのはどんどん温度が下がっていく形になっていって、まあ、この表面温度が下がっていくと思うんですけど、このアウトラストの生地を着てれば温度がちょっと下がるんですけど、30度から一定で保ってくれるっていうような生地になってるので、まあ、これは冬場の話なんですけど、逆に夏場とかやったら、例えば汗かいたりちょっとムッとしてるようなこの表面温度っていうのを生地が吸ってくれるので、そこまで熱く感じないっていうことになってて、まあ、僕もこれ去年1年間アウトラストの生地は使ってるので、まあ、自分の中で体験済みなので、もうアウトラストで聞いた瞬間、わ、これは間違いないなと思ったので、まあ、それぐらい今機能的な生地を採用されてるということになってます。で、3つ目がですね、3シーズン着れるよう
ようにシンプルに作られてるっていうことになってて、まあもちろん例えば真冬とかやったらこっから上にコートとか着ると思うんですけど、3シーズン、要は春、夏、秋っていうのは基本的にはこのジャケットとかこのパンツオンリーっていうことで中にパンツがあるんですけど、そういう時にせっかくこのアウトラストの生地を採用してるので、中とかにスーツとかやったらよくあると思うんですけど、こう生地が採用されてたりすると思うんですけど、そういうのは全くなくて本当にシンプルの1枚の生地だけで作られてるっていう流れになってるので、最大限までアウトラストの効果を引き出せるように考えられて作られてるっていうのが、まあ、この内側見てもわかると思うんですけど、それぐらい機能的であり、なおかつファッショナブルであるっていうところも計算されてるのが、さすが日本企業やなっていう感じはするんですけど、まあ、そういったところまでこだわってるという感じになってます。で、次4番っていうのがですね、デニムの風合いを残すために、あえて襟元って、こういうスーツの襟元って芯が入ってると思うんですけど、その芯っていうのを柔らかい芯を採用してるっていうことになってて、結構柔らかいんですよね。スーツの芯って結構パリッとしてて硬いイメージだと思うんですけど、まあ、これも芯はもちろん入ってないとスーツにならないんですけど、これ芯は入ってるんですが、その芯を柔らかくすることでこうデニムの風合いをしっかり残してるっていうことになってて、結果着心地も向上してるということになってるんですが、まあ、僕も実際着ててですね、あんまりそのジャケットを着てるようなゴワゴワ感っていうのはなくて、本当にカーディガンをさらっと着てるような感覚で着れちゃうっていうぐらい、本当に内側もシンプルに作られてて、なおかつこの芯が入ってる部分っていうのも柔らかい芯を使ってるので、着心地は普通のスーツに比べるといいかなというふうに思います。でですね、5番っていうのがですね、一応まああくまでスーツっていうことになってるので、まあ、この辺はちょっとデメリットかなと思うんですけど、いくらデニムといえども自宅で洗濯するのはまあどうかなという感じで、まあ個人的には思っててですね、デニムと聞けば洗濯は全然いけるんかなというふうには思うんですけども、あくまでやっぱりスーツなので洗えないことは全然ないとは思うんですけども、洗濯表示とか見ても手洗いとかは全然できるんですけども、やっぱりこうシワとかになったりとかっていうことを考えたり、まあ、生地にですねポリウレタンという生地が入ってるので、あんまりアイロンとかをかけちゃうとそのウレタンの方が反応しちゃう可能性とかがあるので、まあ、洗濯をするんじゃなくてクリーニングとかに出した方がいいっていうのは、この辺はやっぱりスーツと変わらへんかなというふうに思いますので、まあ、気軽には着れるんですけども、クリーニングに出した方がこのパリッとした感じは残るかなと思います。まあ、ただですね、自宅で例えば洗濯機で回したりとかするとどんどんデニムならではの色落ちっていうのはしてくると思うので、そういうあえてカジュアルに着崩したい方とかであれば、自宅で洗濯機でガンガン回すことによって、この肘のあたりとかのこう折れた線のラインっていうのが色落ちが出てくると思うので、まあ、そういった楽しみ方もできるっていう感じにはなってます。まあ、ここは個人差があると思うので、まあ、どう着たいかによると思うんですけど、パリッと着たい方であればやっぱりクリーニングに出すべきだと思いますし、あえてカジュアルに着崩したい方とかであれば、自宅でガンガン洗濯機で洗うことによって色落ちしてくると思いますので、ちなみにまあ洗濯機で洗うことによって何か機能が落ちるっていうことはもう全くないので、それは全然問題ないんですけども、ただ色落ちがしてしまったりとか若干シワが残ってしまったりする可能性があるので、そういう部分を考えるとスーツで着たい方には自宅ではあまり洗わない方がいいのかなというふうには思います。で、次がですね、6番っていうのがデニムなので、やっぱり色落ちがあるっていうことになってて、こうデニム風ではなくて、これが完全にデニムの染色をしてるので、まあ例えば洗濯機で洗う際とかも、白のこういう T シャツとかと一緒に洗っちゃうと色落ちする可能性とかも、色移りとか色落ちがする可能性とかもあったりすると思うので、まあその辺は気をつけなきゃいけないかなというふうには思うので、まあそこはこのスーツだからというよりかはデニムならではっていうところだと思うんですけども、まあ、そういった特徴があります、まあ、ということになっているので、人によってはいろんな着方ができるかなと思いますし、例えばスーツっぽく着たい方とかであれば、こうあえて綺麗なピシッとした状態で着ていくのもありやと思いますし、着崩したい方とかであれば、まあ今僕が着てるような T シャツだけパッて羽織っちゃえば本当にレストランとかでも全然入れるような感じだと思いますし、例えばデパートに買い物行くとかっていう時とかでもサッと着れるのに、なおかつ機能的で温度も調節してくれるっていう、まあ見た目もかっこいいけど着心地もいいっていうのが、まあ、このスーツのめちゃくちゃいいところやなというふうには思います。で、このジャケットとパンツのセットアップっていうのはもともとファクトリーブランドが出してるっていうことになってるので、あんまりブランド名とかは聞いたことない方も多いかなというふうには思うんですけど、もともと染色をしてる会社が出してるっていうことで、デニムの染色ってロープ染色とかって有名なんですけど、まあ、それをしてる広島県福山市にある工場があるんですが、まあ、そこの会社が自社で出してるデニムのアウトラストスーツということになってます。まあ、なので世界から見てもトップクラスの染色技術が詰め込まれてるデニムっていうことになってて、まあ、これ色違いもあるんですけど、デニムのストライプバージョンもあって、このストライプバージョンってよくよく目にするプリントされたストライプではなくて、これ面白いんですけど、抜染って言って、抜く染めるって書いて抜染って言うんですけど、この抜染っていう技術を用いてですね、一回このデニムと全く同じ色にしてから
後から色を抜くっていう工程をしてて、それを抜いて染めるっていうことで抜染って言うんですけど、まあ、プリントと何が違うねんって、見た目一緒やんけっていう感じだと思うんですけど、プリントやとやっぱり T シャツとかそうやと思うんですけど、プリントしちゃうとこの表面って硬くなったりすると思うんですけども、こういうスーツとかも同じで、プリントを上からしてストライプを入れちゃうとやっぱり硬くなったりするんですけども、抜染の方であれば色を抜いてるのでプリント加工みたいに硬くならない、だから要は風合いが残ってるとか柔らかい着心地が残った状態になってるので、この抜染っていうのは日本で初めてこの会社が行ったらしくて、まあ、そういった染色に特化した会社が、まあ、作ってるっていうことになってるようで、まあ、あの歴史とかをパッと調べたりしたらかなり昔からある会社みたいなんで、まあ、なのでもともとスーツ屋さんとかっていうわけじゃないので染色がメインになってるので、このデニムのスーツ以外にも例えばスニーカー屋さんとコラボしたりとかして、デニムの染色をしたスニーカーであったり、あとトートバッグとかもなんか売ってたりするらしいので、まあ、ちょっと動画説明欄に貼っときますので、まあ、これと同じやつも掲載されてますので気になる方は見ていただければなというふうに思います。ではですね、最後はですねサイズを見てもらいたいんですけども、僕が178センチ65キロで L サイズを着用してますので、まあ、その様子を見ていただきたいんですけども、僕個人的な感想としてはこういう T シャツとかの上に着るのであれば少しちょっと気持ち大きく感じるっていうことで、どこが大きく感じるかっていうと、この丈の部分が少し長く感じるんですけど、まあ、シャツとかネクタイを着てる時であれば全然ちょうどジャストサイズっていう感じにはなってるんですが、ジャケットに関してはちょっと丈が長く感じる。そしてパンツも L サイズを着用してるんですが、僕はウエスト76なんで L サイズだとやっぱり結構ウエストは大きいので、多分サイズとしては M が適正なのかもしれないっていう感じなんですが、まあ見た感じ、パッと見た感じの適正サイズはおそらく L サイズかなというふうに思いますので、最後そちらを見てもらいたいなと思います。ではですね、今回はアウトラストのデニムスーツを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。I'll get over you, only wish that I